いや、まさかボタンさんがこの企画を提案してくるとは本当に盲点でした。初コラボをなんか普通に終わらせていいのかって言ってたんだけどいいだろうなんかここでなんかドカンとなんか伝説なんか作った方がええなみたいな感じで、はい、ちょっとやめてくださいやめてくださいもう気持ちいい、もう気持ちいいあ、赤信号来ました、赤信号。やばい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 、ちょっとなんかね。ちょっと待って。ちょめちょめ、やばくて。ちょめちょめなんだちょめちょめこれこれなんだ、ちょめちょめやばくて何も手につかない時あるんだけどどうしたらいい。これね、性欲ですね。あ、なるほど。まあ間違いないでしょう。何も手がつかない。え、でもその、うん、もう全部出し切っちゃえばね、手つくんじゃないですか。いや、ワリン実は同じタイプで、うん、なんか出し切れないタイプなんですよね。これ大丈夫かなっていうかこれ消されるもしかして。ちょっと待って、思い出して、性癖食わず嫌いよは消えた。そうだ、ちょっと隠語作んないと。あ、じゃあちょめちょめでいきましょう。ちょめちょめ、うんうん。まあでもちょめちょめ出し切れなくて、うん、結構仕事が手につかないことがあるんです。逆にオカニャンは出し切って仕事が手につくタイプですか。僕はちなみに出し切らない方が仕事がはかどるタイプ。え、なんで。なんでかわかんないけど、例えばもうさっぱりした状態で配信始めちゃうと面白いこと全然言えなくなっちゃってああそういう、なるほどなるほど。え、確かに、でも確かに出し切ってさ、うん、すっきりしてるとさ、なんかセクハラとかされた時イラッとしてくるもんねうるせえなーみたいになるからやっぱ多少ちょっと残ってる方がもう何君たちもーみたいな感じでいられるから。そうだね、やっぱりそういう状態の方が全てをエネルギーに変えられるのかなっていう気はするから。じゃあね、うん、他には見習って、はい、ちょめちょめをエネルギーに変えて、はい、やっていってください。はい、お願いします。ちょめちょめはエネルギー、よろしくお願いしますいいよはい、こちら、船長こんにちは。自分はおにぎり屋なのですが、最近おかゆの下ネタのハードルがどんどん下がってきているような気がしてなりません。最近ちょめ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 が解禁されました。何が解禁されたのこれ、なんだよこれ。反応が見たいのでぜひ突っ込んでみてください。ギスギリア顔。何ですかこれ。何だろうこのちょめ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 。みんな何が解禁されたのかわかんないんだけど、これケツ穴、ケツ穴か。いや、ちかち、ちのや、ちのやつおかゆ言った最近。いや、言ってない。言ってないか。言ってない。ケツ穴かな。じゃあなんでわかんねん自分で。これ多分それなんだこれ。あ、多分それですか。どう。まあ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 、ケツ穴くらいはね、やっぱマリンとオカニャンもね、 LINE でケツ穴の話するんで。いつもしてるよね。いつもちょっといつもはしてないでしょそう、やべ、勝手に巻き込まれたさよ。いや、いつもしてるわけじゃないですよ。でもケツ穴の話してるものの、ケツ穴は趣味じゃないっていう話だからね。そうだね、そう、ケツ穴は別に趣味ではないんですけど、なぜかいつもそういう話しちゃうんだよねうわぁ。これね、勝手に隠されるんですよ。こちらで隠してるわけでも、うん、リスナーさんが隠してるわけでもなく、勝手に隠れるのでね。そうなんだ。そう、マリン船長オカヤンに質問です、うん、ご自身の体の性感帯はどこだと思いますか。まあね、うん、これはいや自分で言うと生々しいから相手のを決めませんか、うん、あ、そういうこと。うん、マリンはじゃあオカニャンの性感帯決めますね。わかった、僕もじゃあ決める。じゃあ決まりました。うん、僕も決まった。じゃあ先生のね、いくよ。いいよ、せーの、尻尾の付け根、桃裏？桃裏？いや、桃裏なんか感じねえよ。いや、マリンは桃の裏に絶対ほくろがあると思うんだよね。ねえよで、そこのほくろのあたりを押すと良い特殊すぎるだろう。ええー、
得しかなおかにゃんは、うん、尻尾の付け根、あ、猫だからね、ここクイクイってやってふなーんってなるかわいいかわいい、いいな、ね、今度押してあげるね、押してみてください、僕もマリンのほくろ押してあげるからね、はい、ないってばないんだってばはいはい、じゃあおたきあげさんということで次いきます、はい、行きましょう。個人的な考えなのですが、ホロライブのセンシティブには2種類あって、うん、エッチな方とスケベーな方がいると思います。はいはいはい、エッチな方は本人がセンシティブな存在であって、スケベーな方は本人はセンシティブコンテンツやワードが好きだが、別にその人自体はセンシティブな存在ではない方です。はあ、わかりやすく言うと、エッチな人はおかずとして使いづらいがスケベな人はおかず、直球すぎ、あ、使いやすいが、スケベな人はおかずとして使いづらいというわけです。はあ、おかゆんは前者、マリン船長は後者だと思いますが、お二人はこの意見をどう思いますか。まあ、でもこれね、あると思う。マリーって割と笑いとして、うん、こう下ネタを言ったりして、うん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 、なんか確かにマリンの下ネタだとちょっとなんて言ったらいいんですか、うんうん、なんか隠語ない、なんかちょめちょめできないところはあるわけ。はい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 、ちょめちょめできないそうかな。でもやっぱオカニャンってさ、やっぱいやらしく言ったり、本人のこう、うん、セクシャル性をね、うん、そのいやらしい見た目で、うん、いやらしい声でにゃんにゃんあーみたいなやってるじゃないですかうん、やってるじゃん、ね、そうね、そうだから確かに、うん、なんですか、まあおかず、おかずオブラートに包めてないよマリン。でもだって極かおかずって書いてあるでも僕はね、マリンは自分がスケベな方だっていう風にこのマシュマロでは書いてあるけど、うんうんうん、って言いながら、うん、そこにそこがまたちょめれるというかいやマリンは、そう、マリンは、うん、そのちょめれませんからって言ってるのがまたそそられる、いやちょめれますけどねみたいな、そういう興奮もあると思う。じゃあちょっと今後はさ、うん、マリンはちょめれませんからみたいな立ち位置で行くわ。うん、ちょっと自信があってさ、今までちょっと自信があって全員マリンでちょめってるなと思ってたんだけど、うん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 、ちょっとやっぱその自信がマリンをね、ちょっと濁らせていたから、ちょっと自信なさげで行く。もうマリンなんかで、まあ、マリンなんかで誰も無理でしょそんな。あーでも無理ですよね。そういうマリンちょめれる、めっちゃ。あ、オッケーです、うん、今後それで行きます。よし、マリンはちょめれる。よし。高校3年生 JK です。何、共学なのに高校3年間1回も彼氏ができませんでした。何、周りの子たちはみんな恋愛してて本当に羨ましかったです。はあ、大学生では彼氏欲しいです。どうすれば彼氏できますか。一味おにぎりはもう知恵をください。大学時代の彼氏、うん、やっぱなんかマリンがさ、うん、年を取ってしまったからなのか、うんうんうん、なんか大学生を信じられないんだけど大丈夫かなこれ。これ偽物ってこと。違う違う、大学生の男の子を信用できないの。なんで、どうせ遊んでる、信用できないそうなの。大学生の男の子の彼氏なんて、まあ、信じちゃいけない。大学ってそもそもさ、僕大学に行ったことないからわかんないんだけど。あ、マリンも行ってないです。あ、サークルに入らないとお友達できにくいって聞いたことあるんだけど。うわ、大学のサークルなんてそんな信用できない。だってそんなんだってそうなの。なんかマリンが読む、うん、なんかその NTP みたいな本だと大体大学のサークルでねえ、うん、NTP みたいななってる。そうなんだ。なってる、もう本でやばいよ。さあ、大学では作らない方がいいか。うん、社会人になってからにしましょう。じゃあやめましょう。はい、やめましょう。はいはい解決してんのかな、ちゃんと炊き上げれてんのかな。次いきます。はい、ぶっちゃけた話、リスナーとそういう妄想をしたことがありますか。ありますか。全然ある
全然あるよ明るいのなんかえ あるんだよねとかじゃなくて、うん、全然あるそんなノリで全然あるなあ。なんかそう明るく言われると、じゃあそんな堂々って言われたらなんかマリンも安心しちゃった。なんか、うん、えマリンは、まあ、マリンは全然あるあるある。むしろ一番楽しいみたいなとこあるけどな。いやわかるわ、わかります。やっぱり自分のことを好きっていてくれてる人っていうのが一番いいというかさ。うん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 、幸せな気持ちになるし、バリバリ妄想してますよ。そう、でも船長結構ね、なんかね、うん、そうひどい目に遭わしたいわけ。え、一味を？そう、ひどい目に、うん、チキンレースしたいわけ、一味の。チキンレース？赤城の一番一番みたいなそういうんじゃない。そうじゃ理性のチキンレースをね、したいわけ。あ、そういうことね。え、でもオカニャンもそういうタイプだよね。あー、そうだね、結構好きかも。一緒にやりましょうよ。え、マリンもあれ好きでしょ。最初は、うん、女の子の方が優位なんだけど、あ、後半に我慢できなくなって男性優位になる作品みたいな。いや、バカわかるね、そういうことでしょ、うん、バカわかる、バカわかる。そういうのをしたいってことだよね、うん、しましょう。わかる、しましょう。はい、お焚き上げはい、次。はい、年明けにマリオカート大会がありますが、ちょめ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 マリオカート大会は開催はいつでしょうか。なんだよこれ。なんだろうこれ、ちょめ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 マリオカート。何大会これ。これなんだろう。ありますか、ちょめちょめマリオカート大会。まず中に何入るかわかんないなこれ。え、なんだ、マリオカでちょめちょめします。ケツツのマリオカあ、いろんな、や どうしよう。でもお互いさ、はいはい、やっぱケツ穴はちょっとあんまり嫌じゃん、嬉しくないじゃん。でもでもでもマリンの、うん、こう指先のあたりから、うん、走らせていって、うん、最後ゴールがそこだったらなんか楽しめるかもしれない。どう、マリン、何言ってる理解不能、理解不能指先から走らせて、うん、そうそうそう、たどり着く先が、うん、やっぱゴールを設けないとさゴールが穴なの。そう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 、どうマリン、どうじゃねえ。 200cc でやばいやばい、非公開になる、非公開になるはい、じゃあ開催した暁には 200cc で走らせていただきますと。そうですね、はい、させていただきます。はい、はいはい、はい、次真面目に聞くけど、はい、減らった時ってどうやって解消してるの。急に真面目なの来たな。本当だ、減らった時ね、うん、減ら、え、逆にマリンは減らっても取り返しがつかないまま減らってるんだけど、はい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 、オカニャンはどうしてるの。あー、減らった時ですか。うん、僕どうしてるかな、もうやだって。あ、おすすめのね商品あるんですよ。なんすか。もうね、哺乳瓶。哺乳瓶？え、使ったことある？ないよ、そう、ウキウキになるの。ないだろ。ないよ。ないんだ。いや、哺乳瓶は、うん、すっごいいい、うん、コスパがいい。なんで？人ってスリルを感じる瞬間って結構ストレスがこうかなり発散されると思うんだけど。スリル、はいはい。哺乳瓶を、うん、こうマンションの窓側で立って。誰にも見られてないんだろうけど、誰かに見られてるかもしれないっていう気持ちになりながら哺乳瓶でその飲み物を飲むと、すっごいいけないことしてる気分になってストレスが浄化される。いや、わかった、こいつ変態だ。次行きましょう。マリンにもやってほしいんだけどな。やらねえよ。はい、はい、次。お二人のこれまでの活動で一番印象に残っていることは何ですか、はあ、また今後の目標や来年の意気込みなどもあれば教えてほしいです。時々こう綺麗なマシュマロがね混じってるわけちょっと汚いマシュマロが多かったね。清涼感のあるマシュマロもあります。一番とか言われるとなんか厳しいものがあるな。なんだろう、一番。まあいろいろあったからね。うん、おかにゃんは
一番の印象か、うん、いやでも本当にいろいろあるけど今年の中で一旦決めない？今年あった、あ確かに今年ね一番の印象は、はい、でもやっぱインパクトで言うとさあれじゃない、うん、マリマコって今年だよね、うん、いやビショパイが今年ですね、あじゃあもうこの話は終わりだいやマリマコめっちゃ印象に残ったなっていう、マリマコ去年っすよ、じゃあもう時止まってるよ、時止まってます、はい、次、はい、少し前まで船長の配信を見るのが苦手でした、うん、なぜかというと以前は船長のセクシーでキュートなボイスを聞くたびに、はい、舞さんがイライラしてしまった、誰だろうけれど最近になってようやく落ち着いてきてくれたので今では安心して配信を見れています、なんていうか今までありがとなマリン、それとこれからもよろしく、なんで落ち着いちゃったなんで落ち着いちゃったのどうですかこれ懺悔されてますけど、いやなんか悲しいよね、なんかさ、うん、ちょっと悲しくない、なんかもう、えじゃあオカニャンはさ、うんうん、どう今までオカニャンで、うん、かなりマイさんがイライラしてたけど、マイさんって誰誰誰って言われてもえ誰って言われてもな誰か、マイさんあーそういうことね、自分の息子ってことねなるほど失礼しました、野暮なこと聞きましたね、でイライラしなくなって、うんうん、今までありがとうって言われたらどうする、確かに、でもまあそういう意味では僕の君にとっての舞さんとしての責務を果たしたのかなっていう意味では、うんかなりということなんだろう、次の、はい、ねフェーズに進んだというか、おえうんいいんじゃないかな、家族みたいになっちゃったみたいなね、そうその先にはお互いがこう癒される関係になるみたいなさ、うん、じゃあ夫婦みたいになりましたということです、そうだね、舞さんありがとう、うん、うん、よろしく、舞さんに俺言うの確かにマイさんのだいぶかがまないといけない、次行きますお互いに少しやりすぎてしまったことなどはありますか、うん、まあ、でもオカニャンとか結構超えてんじゃないの、うん、LINE 実はそうだね、僕は結構 LINE の瀬戸際で反復横跳びしてるつもりなんだけど、うんうん、見てる人にはもう塔に越えたところでただただ反復横跳びしてるだけに見えてるらしいえじゃあ例えばどんなやつが超えてたと一番言われたのは何ですか、えみんな何、僕がなんか超えてたことあった、アーカイブ消えたこととかはまだないよね、おで言うとやっぱマリン的にはうんね、アーカイブを守るはずだった性癖食わず嫌い王がうっかり消えてしまったので、あなんか消えないラインでやらないとこうやってリアタイできなかった人が、あ消えちゃったになっちゃうから、そうだね、まあ、気をつけようと思いました、今さっきだって今さっきライン超えてたって超えてたんだ、だいぶかがまないといけない、次行きます大丈夫かなこれ、マリン的には今日のアーカイブって消し飛ぶと思う、いや消し飛ばないように喋ってますけどね、ボタンちゃんとの食わず嫌い王の時はなんで消し飛んじゃったの、いや何が理由とは言われてないんですけど、マリン的には確かにちょっと言い過ぎたかなと思ったことはあったんだけど、うんうん、でもそれが何かを言ったらもしかしてこのアーカイブも消し飛ぶかもしれないからまあ言わない方がいいのかなみたいな、間違いない、ご配慮ありがとうございます、はい、では次、はい次いきます、はいはい、マスカーニャとサーナイトどちらが H だと思いますか、理由を添えてお願いしますこれどっちですか、僕はマスカーニャかな、あ猫だから、うん同じ猫仲間としてね、そうだね、まあ、マリンはやっぱりね昔からねやっぱサーナイトがね、うんやっぱり一番 H だと思ってるのでサーナイトで、あったあった、うーかわいい、もう全ポケの中でサーナイト、うわ全ポケって言われると
わでもなんか意外とやっぱブイズとかスケベだなって思うんだけどね。あー確かに分からんでもない。え、オカニャンは？僕はでもマスカーニャは全ポケモンの中でもかなり上位。あーなんかさトレーナー好き好きな雰囲気がより一層エッチな感じが。そうなんだよ、マスカーニャって公式でちゃんと執着心が強いみたいなね設定があって、もうそれがやっぱいいよね、うん、わマリンもマスカーニャ派になってきたわ。めっちゃ良くない？だってあんなにちょっとツンとしてるのに、うん、自分にドロッドロに依存してるからマリン好みじゃない？確かに、なんかしかも手品とかするからさ、なんか手つきがいやらしそうだよな、うんなんかマンネリしてきた時に手品とかしてくれそうでいいよね。しかもマンネリしてきた時いいよね。え、しかもさ、うん、マスカーニャのさ専用技ってさ、うん、必ず急所に当たるんだよ確かにこれやばいよ。やばいよ、やばいけどこれ以上深掘りしたら絶対このアーカイブも消し飛ぶ。やめよやめよやめとこう。やめ、行こう行こう、次行こう。2人とも強いポケモンですということで行きます、はい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 。15、船長は前々からずっと将来の夢は犬神コロネと言っていますが、オカユンの将来の夢は誰になりたいですか？おお、え、どうですか、将来の夢。将来の夢誰になりたいか。マリンはコロさんに、うん、なんか違うなって。人とはね、常人とはね、うん、違う感性というか思考回路というか。あー分かるよ。なるほどね。そういう意味で、そういう意味ではでもやっぱスバルちゃんには結構憧れあるかもな。あーやっぱりスバル先輩なんだ。でも結構真逆の、結構対極にいる感じですけど、コロさんに対してもすごい尊敬あるし、スバルちゃんに対しても尊敬あるんだけど、それは自分に持ってないものを二人ともたくさん持ってるっていうところで、はい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 。で僕結構ねあれなの、人見知りしちゃうところがあって。おー意外ですね。スタジオとかでも初めて会うスタッフさんに一生懸命話すんだけど、うんうんうん、キャパを超えると急に電池抜けちゃうみたいに、もう何にも話さなくなっちゃうとこがあるんだけど、スバルちゃんって無尽蔵に話せるとこあるじゃん、うん、初めてでも。いや確かに確かに、うん、なんかスバル先輩さ、うん、なんかいつもさ別れ際にさ、え、ちょっとまーちゃんだけ悩みがあるんだけどさ聞いてくれる？とか言ってなんかちょっと喋り始めてそのまますぐ帰る時間だって、いや今度話す、今度話す、じゃあねとか言って帰ってくる。あれ何のテクニックなんだろうあれでもやっぱそう言われるとさ、次会うまでにじゃあね考えとかないとなとかね、陽キャテクニック欲しいなって感じで、うん、そこかな。え、逆になんかはい、15、うん、マリン船長とオカユンに何も知らないスバルちゃんにいろいろと仕込んでほしいですお願いします。定期的にさ、スバル先輩がこれ巻き込まれるんだよね。なんか知らんけど、このマシュマロ以外にもね大量にね、なんかスバルちゃんをこうしてほしいみたいな、うん、大量やったんですけど愛されてるな。そう、え、逆になんかいろいろ仕込みたいみたいなありますか、スバルちゃんに。うん、一回スバルちゃんにちょっとハードなこと仕込みすぎて、え、一発トラウマにさせちゃったことが一回あるから。な、詳しく詳しく。いやちょっとここでは言えないんだけど。言えないんですか。僕結構ね汚いのが好きなのね、コンテンツが。ま、あーなんか分かってきたかもしれない。そうで、それでスバルちゃんが〇〇って何、うん、って言われて、僕の中ではすごくフランクなものを提供したつもりだったんだけど、うん、そこからスバルちゃんはそれがトラウマになっちゃったことが一回あるから。なるほどね。そう、それ以来僕はスバルちゃんに何かを仕込もうという気持ちは一切ないですね。何を仕込んだんだろう。マリンにも仕込んでいいですよ。マリンってむしろ知ってることばっかりじゃない？え、なんだろう。え、じゃあちょっと今ふわっとどんなことか教えてくださいよ。あ、言いづらいんですね。消し飛んじゃうよマリン、消し飛んじゃうよ。そういうラインなんだよ。オブラートにも包めない感じ。あ、なるほど、わかりました。まあ、一言で言うならもうちぎり、ちぎり、ちぎり。まあ、ちぎりの一節を解いたという感じかな。うん、なるほど。はい、はい、ちょっと、はい、はい。次、ホロの配信を毎日楽しんでいます。
可愛い推しの元気いっぱいな声が心のオアシスになっていますが、その推しが配信内でリスナーを挑発してくるのです。むわむわと湿り気を感じるほど濃厚な挑発を素直に受け止めて流されるべきか、誘惑に負けないように強い心を持つべきか、推しをそんな目で見たらもう戻れないかも。ぜひお二人に背中を押してほしいです。よろしくお願いします。背中を押していいんだろうか。なんかさ、これさ、本当に例えばさ、オカニャンとかマリみたいにさ、挑発する気で挑発してるメンバーならいいけどさ、挑発してるつもりじゃなかったのに勝手にこういう人がさ勝手に挑発されてる気分になって、勝手にムワムワと湿り気を感じてるだけで、はい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 、別に本人は湿ってない場合はさ、やっぱ本人が魅力的すぎて、本人がさ、ウェルカムなタイプいるじゃん。なんかマリンとか、オカニャンとか、そのネネチとかもそうかな、ウェルカムタイプならば、それは背中を押しますよ。でもちょっとそういうのはちょっと勘弁みたいなタイプなら、その感じてる湿り気は気のせいですね。お前が湿ってるだけ。なるほど、これはどうしたらいいんだろう。じゃあウェルカムって言ってるタイプ以外には、以外は誘惑別にしてないから、はいはいはい、負けない。負けるな。あ、でもこれ相手がね、はい、オカニャンだったらね、それはね、背中を押します。オカニャンは湿ってるので OK です。わかりました。じゃあちょっと相手の湿度をしっかり見つつ対応という形でお願いします。次、普段から軽めの癖を公表しているお二人ですが、重めの癖はどんなのがありますか。またお互いに似合う癖を教えてもらえたら。まあズバリオカニャンがに一番似合うのは、NTP ですね。そうなの。オカニャンが、取っちゃうの。あー、マリンの好きなやつじゃん。マリン、そんな別にです、マリンのこと好きな女の子いっぱいいるし、忙しいと思うから、僕は何番目の女でもいいからねってやつでしょ。そう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 。僕もマリンに一個提案したいのがあって。何でしょうか。これも僕がもうシンプルに好きな癖なのもあるんだけど、はいはい、マリンって今髪下ろしてるけど、ツインテールの髪をよくするでしょ、するする。で、あれ引っ張られてるのすっごい好きなの。それあれですか、後ろからこう。そう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 。あー、そうやって持たれるタイプのやつね。そう、だからマリンはもうちぎれるばかりに引っ張られててほしい。オカニャンそれ好きなんだ。めっちゃ好き。オカニャンツインテールしなきゃ。じゃあ、で、引っ張られんの見るのだけでも十分満足なんだよな。なんか異常な性癖、確かに重いわそれは。重い、重性癖ですよ、なかなか。マジ、マリンはあんまり、ま、痛いやん、そんな引っ張られたら。まあとか言っちゃってみたいな。やめてくださいよ、勝手に人ありえないド M にするの。なんかやっぱさ、なんか肉体的苦痛 M ではなく精神的 M だから、あー痛い、ね、本当に物理的に痛いのは、痛い、泣いちゃうもん普通に、痛くて。そっかー。そう、僕は、ツインテ引っ張られても気持ちいい。引っ張られたことないから分かんないけど、ツインテしな。ね、そん時は盛り上がって、後で自分の毛根見てやめときゃよかったって多分多分なる。ダメージ入るほどに。入るでしょ絶対。うわー、なのかなって思ったらちょっとやだな。ね、わーってなると思うんで、まあ要検討です。次、はい、はい、はい、次、はい、マリン船長とオカエンといえば、ちょめ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 報告をしっかりしてくれるという印象なのですが、正直それめちゃくちゃ性癖に刺さって興奮します。推しが増してるのも最高にエッチ。本当にいつもありがとうございます。なるほど、なんだろうこれ、報告、おしっこ報告ってことも。そういうこと。あれじゃない、ちょっとトイレに行ってくるわって言って、あふれんばかりに出たわとか言って帰ってきてんじゃない。マリン、なこと言ってないっすよ。言ってんすか。僕は言ってる。溢れんばかりに出すな。めっちゃ出たわって帰ってくる時ある。それじゃない。
いや言わないけど、マリンはマリンの場合はいつもただいまって帰ってきたら手洗ったか聞かれるから洗ってないよって言うだけですね。あ、そっちが刺さってんのか。手洗ったか洗ってないペロペロペロ。え、そこそういうことマリンさんのお手って今猛烈に汚いんだみたいな汚くないよ、汚くないですそこがいいんじゃない。汚くないけどね、その汚いマリンが刺さってる可能性。汚くないっつってんだろはい、マジでこのがっつり突っ込んでくれるマリン好きすぎる。あ、そうですか。ガンガン行かせていただきますね。ありがとうございます。はい、次、性に興味を、はい、次、性に興味を持ったのはいつ頃、いつ頃ですか、おかにゃん。いつだろう。でも僕小学5年生の頃には割といろんな何もかも知ってた気がするけどな。何もかもですか。うん、マリンはね、なんか昔って、うん、郵便受けの中にエッチな広告入ってることあったんですよ。何それ。大昔には、その時船長は小学1年生とか、うん、もうそれ以下かくらいのレベルの幼子の時で、うん、まあ、そういうので、まあ、ちょっと興奮を得て、うん、まあ、あとはその頃船長はなんだキッズステーションとか見てたんだけど、うんうん、結構なんかランマとかでポロッと出るわけ、はいはいはい、お船とかが、はい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 、ああいうので性の目覚めがありましたと。そうだったんだ、うん、ちなみに僕はですね、うん、親戚にお花屋さんを営んでるお姉さんがいて、僕がいつもお家に遊びに行くと、うん、ボーイズラバーズの、うん、その CD を積んであったの、山積みに、うん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 、でこれ何お姉ちゃんって聞いたら、もう一から全部手ほどきしてくれて、うん、はい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 、男の子は男、お尻とお尻でお知り合いになるんだよみたいなお尻とお尻お知り合い、そう、そういうところで興味っていうか、まあ知識をたくさん蓄えてましたね、うん、なるほど。はい、ちなみに今マネージャーからなんか赤信号みたいなチャットが来てます、うん、やばいやばいなんか今気づいた、気づかなかった。ちょっとどこだ、どこで赤信号出てたんだ。あと46分くらいに来てました。46分、これの1個か2個前、おしっこか、あーこの辺かツインテールとかのあたりだな。まあ、ちょっと気をつけないと、気をつけないと。ちょっとチャットをね注視しておきます、ちゃんと。オッケー、また来たら教えて。わかりました。はい、次20個目、次20個目、もし明日世界が終わるとしたら、船長とオカインは誰と過ごしますか。まあ、誰と、これはさ、うん、これはね試されてますよ、うん、我々試されてる。え、あげるべきは、うん、もう一つしかないよね。何、どれどれどれ。一味。あああじゃないですよ、おにぎりゃーでしょ。そういうことね、僕キャンプファイヤーみたいなの想像してた。どういうこと。みんなで縁になってそういうことそう、誰とかじゃなくてみんなで全てを共に迎えるみたいな。あ、でもなんかいいね、性格のなんか違いというか、うん、なんか勝手にさ、そういうちょっと二人きりとか孤独感を感じていたけど、うん、みんなで最後を迎えようみたいな感じがね。そう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 、いや、忘れ去られ、リスナー忘れ去られてない。これ岡井先輩がキャンプファイヤー囲ってたら全員おにぎらだから。あ、確かに。そう、これ忘れ去られてないです。いいね、でっかい円を作ろうね。うん、作りましょうね。はい、次。はい、はい、次。はい、もっと面言でラブラブちょめちょめちょめな配信してください。え、でもオカニャもう限界突破してるよね、多分ね。もう限界だよこれ以上いけないよ。え、何してるんだろう、どんな感じなんだろう。ちょっとお試し、お試し、マリン相手に。え、ちょっと先っちょだけ、先っちょだけ。うん、マリン、わ、トロトロだあみたいな先っちょでも僕は結構ギリギリまで行ってるんで、マリンは
まあマリン、ま、マリンはマリンはそれに比べたらまだね、カスカスです、カスカス、うん、そんななんかうんはんはんみたいな感じじゃないんで、マリンは確かに一味の人にガチで正面突破でラブラブするってなると照れちゃうイメージある。バカ照れますね普通に。かわいい、いい、次行きましょう。うん、そのままの君でいて逆にね、うん、はい、次。はい、うん、宝生マチン、宝生マチンによる猫股おかゆ、うん、メス落ち ASMR を首を長くして待っているのですが一向に提供されません。今、うん、サンプルボイスだけでも聞かせていただけないでしょうか。知らないな誰マチンって。 お金はマチンだよ。誰いやマチンは最近ね できたんですよ。何マチンって猫だからマチンは、うん、あのだからマリンのチンバージョンですよ。あ、そういうことなんかマンチカンみたいなの想像してた全然違いますね。可愛いと思ったらそういうことね。おかにゃおーん、どうしてほしいの。でも僕マリンは女のままでいてほしいな。全然乗ってこないメス落ち ASMR って言ってんじゃん。無理だよ僕、女のマリンの方が興奮するもんあ、そうですか。確かにでも、うん、マチンに抱かれたらいやさすがにおにぎりはもう嫉妬してしまうかも。マチンはあんまり癖じゃなかったなおにぎり屋に NTP ビデオ送ろうと思ったのに。いやマチン、 おにぎり屋くん見てる。いや無理無理ちょっと無理です。マチンじゃ次行きます。あ無理ちょっと可愛い、こういうマリンの方が刺さるよ。あそうですか。マチンじゃダメですかピエーみたいなマリンマジ好きはい、愛するマリンと、はい、愛するマリンとオカニャンへ。このパックリングは美味しくもぐもぐできそうだぜ。マリオカですか、オカマリですか、どっちも美味しそう。ここにコロさんとアクタンをどう関係させようか、うん、薄い本が熱くなるね。来年も頑張っていきまっしゃい。オカニャンを抱きトークみたいなするとさ、だいたいさ、うん、コメントでさ、うん、ね、コーネが怒るよみたいな。あーはい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 、なるんですけどどうなんでしょうね。コロさんはやっぱワンちゃんだし、はい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 、こうおかゆおかゆってしてくれるから、うん、そういう風に捉えられるのもまあわかるんだけど、うん、コロさんはね結構そこに関して熱い信頼を置いてくれてる、かつそういう部分まで結構面白いなって感じるタイプだと思うから。なるほどね。そうマリオカが何かそこで発展していたとしてもコロさんはそれを楽しむと思うんだよな。え、じゃあ未だに彼女面してるミナとアクアは？あーアクアはさ、うん、どうなんだろう、今の僕にもちゃんと興奮してくれてるのかな。アクタの中ではね、チューリングラブを一緒に歌ってくれたおかゆみたいな時代で多分止まって、あのおかゆ先輩が無限にチューリングラブの男の歌わされてた時代の生き物なんで。なるほどね、はい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 、愛するマリンとオカニャンへ。このパックリングは美味しくもぐもぐできそうだぜ。マリオカですか、オカマリですか、どっちも美味しそう。ちなみにマリオカとオカマリだったらどっちかってこの間さ話しましたよね。なんかオカニャンがさ LINE でさ、うん、どっちが入れるのかなみたいな言ってきて、うん、でなんかやっぱマリンとしてはさ、やっぱさ女の子はさみんなさ、うんうん、エスコートされたいと思ったからさ、うん、マリンが、うん、林ちょっとマリンが入れますよみたいなはい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 、やっぱなんかさマリン的にもやっぱなんか本とかでさ生えてたはえんやばいやばい、赤信号来ちゃうよ。マリンも、まあ、そういう実績あるんで、実績、うん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 、やっぱ珍実績があるんで、はいはいはい、いけますみたいな言ってその、うん、やつを送ったらおかにゃんがそれ僕も読んでるみたいお前も読んでんのかよみたいないやそう、僕は結構ね、そういうね同人作品好きなんですよ。あーそうですね、そう、うん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 、でも今日思ったの僕、うん、マリンとだったら僕が攻めだと思う、うん、え、そうなんですか。うん、
まあ、でもちょっとマリンの中ではおじおかゆちょっと NG なんで。でもカップリングになるならおじおかかけるマリンみたいになると思う。やだやだ、いつものメスおかにめちゃめちゃにされたい。なんかあのよく見かけるさ、うん、なんか、ま、マリンが他に気になる子がいるのに、うん、いいよいいよ忘れちゃえみたいな感じで、うん、ねえあメタメタにされたい。あーおかにはダメなのにみたいな感じで。いやマリンちゃん僕は君のことやだそんなんじゃない、なんで僕が攻めです。多分よろしくお願いします。マリンのツインテール引っ張る気でしょう。そうそうだよそうじゃない。正解お焚き上げ、はいホロメンのママは誰ですか。え、おかにゃん的に誰がママがいい。でもいつも面倒見てくれるのはみおちゃんとかコロさんも結構ママだな、うん、あ確かにコロで面倒見いいよねめちゃくちゃ。うん、マリンは。え、マリンはね、まあらゆる性能面まで見た時やっぱみお先輩かなって。やっぱみおちゃんか。いや性能がね高い本当に。例えば本当にしっかりしてて、うん、いろんなことを知ってて、うん、しっかりやってくださるから。そうだね、こういうお母さんだったら安心だなと思うわけ。うん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 、ね、優しいし面白いしいっぱい笑ってくれるし。そうだね、うん、いいとこしかね。僕さノエルちゃんもママになってほしい。え、ノエルは、うん、嫁にしたいかな。やっぱママだったらさ、やっぱおっぱいとか言ってあのお胸とか触っちゃいけないじゃんやっぱ。うん、でもね嫁だったらさ揉みしだけ放題ですよ。あーでもさノエちゃんの幼児性に対する許容の広さみたいなのあるじゃん、うん、いやでもそういうのこそ嫁にするべきなんだよ。そっか、そう嫁としてそういう部分を楽しむってことね。そう仕事に疲れて、うん、もう赤ちゃんに戻っちゃおうと思って、もしもつらいよってどうしたのよち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 みたいな感じでしてくれるわけよ。いい、僕も嫁にします。じゃあうんしよう。わかった、じゃあママみおちゃんです。はい、はい、はい、次。お船長はおちりが弱いというこう先入観が捨てられません。捨てろ薄い本でももっと攻められればいいのにと思っています。おかにゃんはどう思いますか。どう思いますか。え、マリンって一味におちりが弱いと思われてるの、はい、なぜかおちりが弱いイメージが何やらあるかもしれないんだけど、うんうん、でもマリン的には、うん、個人的なんかどんなものをさ書いたって誰の自由、みんな自由に書いてほしいから、うんうん、でマリンが趣味か趣味じゃないかなんてどうでもよくて、うんうんうん、もちろん自由に書いてほしい前提なんだけど、うん、まあぶっちゃけマリンだったらなんかそういう本読んでて、うん、おちりおちりでみたいなシーンが出てきたら、うん、それはなんか途端にあのおちりかってなっちゃうんだけど、うんうん、他にもそうだよね。まあそうだね、どっちかっていうとそうだね、うん、でもやっぱマリンが逆に強かったらおもろいってコメントでおちり逆に強いって何確かに強いって感じないがみたいなってことそういうこと。嫌だな、なんか強いのもちょっと嫌だな、それはそれで。確かに強いよりは弱いであってほしいっていう部分では。あ、でもちょ待って、うん、あ待ってあ、赤信号来ました。赤信号、やばい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 、ちょっと、はい、ちょっとじゃあ穴は控えるようにということで。わかりました。じゃあやっぱ弱いよりは何事も強い方がいいということで、はい、あ、そうだね、そうだね、逆か。はい、いきます。あ、そう、強いよりは弱い方がいい、はい、はい、次。正直、はい、はい、次。正直リスナーをどう思っていましたか。またその理由もお聞かせください。はい、うん、5満足愛してる、4、うん、やや満足好き、3、うん、普通見てくれてありがとう、2、うん、やや不満うわ、1、不満キモ。うん、ま、マリンとしては、うんうん、これ難しいんだけど、うん、やや満足愛してるキモですね。へえ、なんで。やや満足は時にマリンを不満にさせる行動を取るから、うん、そうなの。うん、まあ、そういう時はなん不満だなと思う。うん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 、
愛してるのは愛してるじゃん、うん、当然、うん、キモいのはキモいからしょうがない、もうキモいもんオカニャンは、あー僕はでもそんなに不満とかないかな、もう 5だな、あ5、キモもない、キモって思うことあんまりないかもな、だって僕がキモいじゃん、僕がキモいじゃんいやそんな言ったらマリンだってキモいでしょそんなことないよ、お金全肯定だからな、キモがられる方が好きなんだよね、キモって思うより、そうおかゆそれはきついよって言われる方が好きなのなんかそれ結構おにぎり理性的じゃない、そんなことさ言われないかも、うん、なんかマリンだとなんか一味がマリンを超えていってしまうんだよね、なんかあそうなの、マリンのキモラインを飛び越えてもっとキモいことしだして、なんかキモすぎるいやでもわかる、マリンはねなんかこう、うん、キモいことした時の反応が良くてキモいこと言いたくなるんだよ、あーそうですか、うん、めちゃめちゃ言いたくなる、まあ、愛の形は様々だね、そうなんですね、はぁ、あ、次はい、お二人の出来事の中でこいつ私のこと好きなんじゃ、うん、と思ったホロメンはいますか、逆にキュンとなったホロメンはいますか、え最近だったら、うんうん、まあおかゆはかなりマリンにほの字だなって思った、うん、そうだよ、うん、そんな風に来られたら困っちゃうな、じゃあそうじゃないよ、そうは違うじゃん、なんかキュンとなったのも最近は、でもおかにゃんかな、可愛いんだもんね、嘘 LINE でなんかあった、うん、可愛い、 LINE 全部可愛い、全部もう全部晒し上げないといけないくらい可愛い見せなきゃみんなに可愛さをお届けしたい、僕はちなみに自分のこと好きなんじゃねって思ったホロメはあずきちゃんです、はい、そうなの、なんでなんでなんで、前にあずきちゃんとマインクラフトのコラボやった時に、はいはいはい、おかゆんはさこういうのどう思うとか、うん、これ僕のこと好きなのかなって思うような、なんかいっぱい質問してくれるの、そう、もし一緒にご飯食べに行くんだったらどういうの食べに行きたいとか、もう一緒に行きたいってことじゃんみたいな、あずきちなんで誰とでもご飯行ってるだろ、いや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 、そんな特別じゃないから、もうあずきちは本当になんか僕が特別なのかなってすごいね感じてしまったよ、いやあずきちマリンにもね、マリンちゃんとご飯行きたいなって言ってたよ、たらし女というわけです、いやでもあずきちは気を持たせる、勘違いだよ、あんな綺麗なおじさん、おかおじ勘違いだそれお焚き上げはい次、はい次、自分はマリン船長とオカユみたいなセクシーなお姉さんが大好きです、2人は同時に攻められるコラボ ASMR は最高なのでは、うん、とふと思いました、オカユと船長のコラボ ASMR 等の予定はありますでしょうか、なければいつかお願いします、いやでもね船長 ASMR センスないんだよね、なんでなんで、まあ照れるからだね、誰かがノエルとかと一緒にやるとさ、うん、やっぱなんか一丁笑いでも取ったるかみたいになっちゃうわけふざけちゃう、どうしてもどうしてもこれ真面目にできない、無理、まずなんかこう、うん、息を、うん、吐息を出すみたいな、わかりましたわかりました、あのさちょっとマジさ今からさブラウザバックしないで聞いてほしいんだけどさ、船長さんさあのさイケボさん耳元でやっていい、やって、あ、いい、ちょっと、うん、やっちゃおうかな、うんうんうん、あ、うん、お隣お隣つらいあーもうこの配信終わったもんブラウザバックしないでくれよな、あもう6割ぐらいなくなったね行かないで、じゃあノエルのさ可愛い声で戻す、今からノエルの可愛い声が聞けるので戻ってきてください、はい、戻ってきて、俺もいるわなペロペロペロ、それはそれで気になるけど、真剣にマリンに ASMR やらせるならば、うん、10分に1回はマリンの、うん、
気持ちいいとこちゃんと触るみたいなんだったら、うん、気持ちが離れていかないんじゃない、そのえ、それはオカニャンが触るんですか。そうそうそう、木の棒でつっつくみたいな。木の棒で、うん、どう、それは そこはそこは手で、あ、手がいい、木の棒じゃなくて手が、うん、手がいいやばい、マリンがその気になってきちゃってるやばい、転がされてる、ひどいよオカニャン、大丈夫だよ、転がしてひどい、持ち遊んで木の棒でかぶれたら病院に連れてってあげるからね、マリン。手で、手でしてよはい、なのですごい、寝たいホロメンはボーンどう、まあね、寝たいと言ってるだけで別に深い意味ないから。確かに寝たい、うーん、え、他には誰な、うーん、僕よりでも早く寝ない人がいいから、うん、うーん、やっぱルイだね。あ、高寝れは確かにいいよね。ルイはさ、ショートスリーパーだから僕よりも遅く寝て、うん、僕よりも早く起きてくれそうだから、うん、いい。なんかね、高寝ルイはね、寝る直前までね、うんうん、なんかショート動画とかずっと見ててね、マリンとね波長が合ってる。なんかマリンはショート動画の音を聞きながら寝たいタイプだから。そうなんだ。TikTok とかショート動画とかこうやってスワイプしながら気づいたら寝落ちしてるみたいな感じなんだけど、自分で手でスワイプしていかなきゃいけないじゃん、うんうん、これが自動で流れてくれればいいのになってよく思うわけ。はいはいはい。そういう時にね、高寝るみたいにね、ずっと流しててくれるとそれの音で寝落ちできるし、うん、体もかいてくれるし、かなり完璧に近い。え、なんか推しとかが出てくると、うん、え、これマリ先輩、マリ先輩、これ私の推しですみたいな感じで見せてくるじゃあマリンもルイってこと。いや、でもね、どうしてもね、どうしてもなんか、うん、どうしてもなんか私の脳裏にはね、紫シオンの文字が浮かんできてしまう。あー、なんか吸ったもんだあったって言ってたもんね。やっぱ未練なのかな、未練があるのかも。なんかどうしても、うん、どうしても一緒に寝たいのはシオンたんになるな、なんだか未練だね、これ。そうなんだ。そうです。そう、それって次はい、次。はい。普段使っている歯磨き粉を教えてください。シャンプーよりよっぽど実用的なので、はい、え、何使ってるの。僕はノニオっていう会社の歯磨き粉を使ってます。初めて聞いた、初めて聞いた、初めて聞いた。ほんと？マリンはなんかね、美味しいやつにしてて、ユウキウイみたいな名前なんだけど、ユウキウイ、マカロンをモチーフにした見た目で、うんうんうん、なんか可愛いの、めっちゃ見た目が。何それ。それのね、チェリー味がね、むっちゃうまいの、マジ食べちゃうぞってくらい本当にうまいのうまいんだ。マジ歯磨きが楽しい、本当美味しいんだもん。確かにマリンってさ、歯磨き20分ぐらいしてるイメージあるんだけど。そうそうそう。え、オカニャンもね、食べてみてほしい、うん、本当美味しいから。わかった。ユーキウイのチェリー、うん、そう、わかった。他の味も美味しいよ、でもね、チェリーが一番うまい。結局いろいろローテーションしてみる。そう、色もピンクだしね。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、次。はい、次。ホロライブのまつりちゃん、キスマとして有名ですが、仮にキスされるならどのメンバーが良いですか。うん、待って待ってそうだな、キスでしょ。真剣に考えてる。でもなんか、なんかでも好きみたいになっちゃうじゃん、そんな言ったらてれてれ。一旦じゃあ僕とキスしとく。ね、すす、うかにゃね、マリン、マリン目つぶって、マリンちゃん、あ、おじさんの方だ、おじさんの方だ、これやめてよ、おじさん吸わないで、マリンの好きすぎるマジでおかにゃ途中で切ると思ったらひどいよ、まだだこんなの僕はちなみにファウナです。次行きましょう。あ、わかるされたい、されたい、はい、ファウナかわいすぎるよ。はい、はい、はい、次。ホロライブのまつりちゃん、キスマとして有名ですが、他のホロメンでキスしてきた方はいますか。うん、キスしてくることなかなかなくないか。なかなかないけどな。せっちゃんマチュリにもされたことないかも。あ、マチュリは結構チュッチュしてるとこ見かけるな。あ、でもなんか遥か昔、うん、なんだろう、なんかデイリーダイアリーのダンスレッスンの頃くらいまで遡ると、うん、
マチュリがなんか懐いてきてセンちゃんってきて、うん、なんかマリンの胸のあたりでチュッチュしてたことはあったけど、胸のあたりで、ね、そう胸のあたりで、でそれを見てスバル先輩も死ぬほど聞いてた死ぬほど聞いてたスバル先輩イメージつくな。そう、口にはされたことないの。あ、そうなんだ。船長は守備班以外になったって言われてる。嘘でしょ。そうなのかな。いや狙ってるんじゃない。いや全然狙われてないね。ちなみに今度おもむろにマチュリーといるときにキス顔してみたら。いやそれがさ、うん、あのね2年くらい前かな、船長が、ま、ムラムラして、うん、頭おかしくなってた時があったのね本当におかしくて、なんか 誰にも彼にもムラムラしてるムラムラしてる言って回ってた頃があって、うんうんうん、その時にちょうどマチュリがいて二人きりだったの、うん、でマチュリなら分かってくれるかと思って、うんうん、すごいムラムラしてるんだよねって言って、うん、見たらマチュリがえ怖い怖い怖いって言ってる夏色祭りすら怖がってる。そうなんだ。マチュリだったらなんか受け入れてくれそうなイメージあったけど、いや全然怖がってた怖かったんだ。目が血走ってたのかな、うん、そうなのかもしれない。そうなんだ。ちなみに、はい、確かに、自分やホロメンのオセンシティブな絵のリプランやエゴサなどでリスナーのうん、チョメイタ報告を見つけた時、うん、率直にどう思いますか。自分はホロメンに嫌に思われたらあれなのでエゴサ避けとかしてますが割と気になります。ちなみにマリンは、うん、自分のおセンシティブな絵とか絶対結構見たいタイプで、うん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 、見かけたらおみたいな感じで、うん、絶対チェックするんですけど、その場合、うん、リプランまで含めてしっかりチェックしてて、うんうんうん、でそのリプランの反応まで含めて、うん、興奮材料ですね、マリンにとっては。待って、マリン全く一緒。え、一緒全く一緒。ほら噛み合ってる、うん、我々噛み合ってるよね。パソコンにもねイラスト保存したフォルダがあるんだけど、その中に、うん、R18 ってフォルダがあるんだけど、うん、アクタンがうちに来た時にこのフォルダパッと開いた時に、うん、R18 が見られちゃって何これ、え、何これ。まあでも中身までは見られてない、フォルダが見られただけ。あーよかった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 、うん、危ない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 。じゃあこれはあれだよね、チョメイタ報告は素直に嬉しいってことだよね、はい、そう嬉しいです。はい、めちゃめちゃ嬉しいです。はい、大丈夫、赤信号来てない。今来てないですね。よし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 、 LINE が分かってきたな。よし、次、お互いの好きなところ次、お互いの好きなところと苦手なところなければリスナーにバトンを言い合ってください。え、オカニャンってリスナーを罵倒することある？あー、んー、でも興奮できる範囲での罵倒しかしないかも。え、どんなどんな、え、してしてして。マリン、え、臭い臭いよマリンみたいな。なるほど、臭い系ね。え、なんかさ、男の人ってそう臭いって言われるのなんか好きだよね。なんかね、悲しくないのかな。なんか臭って言ってくださいみたいなさ、よく言うけどね、嫌だよね臭いは。うん、女の子はやっぱりガーンってなるよね。ね、不思議だわ本当に、うん、他には好きなとこいっぱいあるけど、うんうん、まあ、まず顔が可愛いでしょ。わーいで、なんかお胸がプルンプルンでしょ。わーい、うん、ね、尻尾という存在がスケベでしょ。わーい、え、なんかね、今までいろいろあったけど、うんうん、え、なんか普通のホロメンだったら発狂してるなこれみたいな、うんうん、事件が起こっても、うん、なんか優しいなーって対応の優しさに感動したことがね、うんうん、あるね、何回も。嬉しい。でもそれも全部ね、哺乳瓶のおかげなんだよマリン。哺乳瓶で解決してるんだ。そうなの、哺乳瓶日光浴おすすめですなるほど。マリン船長と今年中に結婚したいですもう最終日最終日今日結婚しなきゃ。今から式場を押さえてもろうて。はいはい、お焚き上げサクサクいきましょうね。サクサク、おっぺーってどんな味するんやろ、すごい気になって10キロ痩せたいや、おっぱいの味なんてね変わんないですよ、別に普通ですよ。あの、なんか肌と一緒だよね、おっぱいの味なんて。僕はちなみにいちご味だよ。
え、何その設定すごいな。何が一味バカ、ざけんな。すがけねえだろ一味。もう大好きそれ。ちなみにマリンはパイナップル味です。なんで酸っぱいの、ちょっとカレーか。全然酸っぱくないわ。マリンもイチゴ味です。なんか本気でね、腹の底から笑うと喉がピーピー言っちゃうんだよ。言ってた。やめて。鳥飼ってる。そうこれ。なのに鳥が。これ恥ずかしくて嫌なんだよ本当に。喉の奥に鳥がいるんです。今もうマリンの手首にあの輪切りにしたパイナップルが引っかかってる絵が見えてきちゃってさ。ねえ、そんなの全然エッチじゃない。え、マリン、ミルク味にする。ミルク味ね。ダブルソフト味です。ダブル。もういいから次行くよ。はいはいはい、自分かっこそれぞれはホロライブでスケベ度何位くらいと思っていますか。実際にはこのホロメンの方がやべえよっていうのありますか。うーん、でもうんうん、え、どうなんだろう。スケベ度だから、うん、エッチ度とかじゃなくて自分の深淵度みたいなってことだよね。おー、え、でもなんかやっぱラインを踏み越える時の踏み越え方を思うにノエルかな、うん、やっぱり。あー、ノエルちゃん、そんなにノエルちゃんって超えてるの。え、ノエルは普段なんか何事もない顔してて、うんうん、超える時はいきなりマリンの3段階上くらいをポンって普通に超えて、あ、やべやべやべ、えへへみたいな感じでごまかして、やべやべ、何言ってんだ団長、はははみたいな感じで適当にごまかして、うんうん、チェリーつくくいてよ。俺がな、チェリー卒業させたるよっつって、なんつって、へへへ。ひどい、親も見てんのに、どういう気持ちで見るんや。ペロペロペロ。じゃあ少なくともノエちゃんよりも下の位置にいるってことね、マリンは。って思いますけどね、マリンは。オカニャンは？オカニャンはなんだかんだ、うん、まつりちゃんにはかなわないなって完全敗北した瞬間があって。あ、でもまつりってさ、うん、なんかちょっとオカニャンとか我々とはちょっと違くない、なんか湿り系がないというかさ。あ、なんか割とカラッとして、はいはいはい、おふざけで言ってる感じがないか。あの岩あれみたい。あーね、わかる。あのちょうどもつり様、はい、自生できるようになったのね。そうなの。どうしちゃうわ、コラボ中だから。直接は言わないけどめっちゃチンコに見える。まつり様、あんた危ねー。ペロペロペロ。なんだろう、マチュリが最近これ見たんだよねって勧めてきたやつがもう僕は受け入れられなくて負けたんだよね。え、何系だったんですか。言えない。言えないんだ。言えない。なんか強いて言うなら伸びてた。の伸びて伸びてた。でも深掘りするとこれはアーカイブが消えるので次に行きます。あー、わかりました。はい、次ホロメンの中で、はい、次ホロメンの中で性的な目線でギリギリ見れるのは誰ですか。え、オカニャンは、多分見ようと思えば全員見れるんだけど。あ、そうなんだ。ギリギリ見ることが楽しいみたいな意味で言うなら、うんうん、はい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 、シオン。あー、え、シオンタンはバリバリいけるわ。マリー、シオンは僕のことちょっとこうお姉ちゃんみたいな風なとこが多分あるのね。逆にそういうシオンを性的で見ることによる背徳感みたいなのがあって、でもそれがまあ楽しいとこがあるかもね。なるほどね、逆にね、背徳感ね。一回まつりちゃんのことをね膝枕したことがあったんだけど、はい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 、その切り抜きをシオンが送ってきて僕に、うん、でシオンもおかゆに膝枕してほしいって言われた時に、うん、ギリギリちょっと性的な目で見ちゃったな。アクタンとか娘として扱ってるけどバリバリ見るけどね、うん、バリバリ見る。あ、そうなんだ。娘でありでもバリバリみたいな、うん、感じなんだな、うん、そうですね、わかりました。マリンの許容範囲が大きいということで次、
次、うんうん、これまでの活動でちょっと英知すぎて運営さんに弾かれてしまった企画などあったらそれとなくぼかしてでいいので教えてほしいです、うん、お二人ならその手のボツ企画いっぱい持ってそうだなっていう偏見かっこ特にマリン船長。ね、うん、脱衣麻雀こう差分を書いておいて、うんうん、負けるたびに脱いでいくみたいのをやりたいですって言ってそれは NG でダメなんだ脱衣麻雀。ダメだった。へえ。でもなんかそう最終ラインを水着とかに しますからみたいな言っても、うん、いやもう脱衣麻雀自体ダメですみたいな感じで。はー、へえ、そっか、別にどこまで脱ぐとかじゃなくてその行為そのものがダメなんだ。うん、ダメだった。へえ。あと普通に脱衣麻雀ゲームの数値いっぱいやりたいですって言ったら送った瞬間に罰みたいなのが出てきて、うん、スタンプでスタンプでさ人が罰ってやってるやつが即つけられてた。本当に脱いでる脱いでない関係なく NG なんだったら、うん、水玉コラ画像を作る配信とかもダメって言われるのかな。え、ダメでしょ、絶対ダメだよ。作りて、マリンの水玉コラ一緒に作ろうよ。作りたいけど、ダメなんだろうな。誰も巻き込まなければいいじゃん、おかゆとマリンだけでさ勝手にお互い水玉コラ作るみたいな。あ、いいね、楽しそう。あれもやりたい。はい、はい、次、船長の性癖とおかゆの性癖を詰め込んだイラストを描いてほしいです。マリンの性癖、おかゆ、え、おかゆの性癖、うん、でちなみに例えばどんなのがあるんですか。まあその髪を引っ張るのも好きだけど、うん、多分マリンとねほぼ一緒で、ほぼ一緒、その搾乳、あー好きなんですか。めっちゃ好き。意外な、なかなかいないっすよ。本当？なかなかいないし、なかなかない。めちゃめちゃ好き。でマリンも そっち系好きでしょ。え、実はめちゃめちゃ好きなんですよね。だよね。うん、今それはいいのかと思ったんですけど、でも今来てないか、うん、チャット来てないから来てないか、よし搾乳は癖だったのかもしれない。分かった、じゃあ2人で、うん、絞られてるイラストですかねそれが一番癖ということで、ね、詰まってるな。それにプラスでマリンの癖をもうちょっと足すなら催眠されてるとなおいいんじゃない。あ、確かに催眠もされて、ね、何されてるか分かんない感じで、はいはい、逆に、うん、これをして当然だと思っている感じとかもいいか、うん、あーいいね、はい、めちゃめちゃいいです。はい、次、お互いベッドイン可能ですか。え、可能ですよ、余裕で。うん、全然余裕。え、船長はね、うん、おかにゃんに、うん、耳元で、うん、なんかすごいささやかれながら、うん、耳を舐められながらはっはっ、あの、うん、手で触ってほしい。あ、木の棒じゃなくてね。そう、木の棒じゃなくてわかった。うん、マリンはなんか言葉でそのなんか言われたりすんのが好きってこと。え、好き。あ、そうなんだ。やっぱ精神的ゲームだからなんかちょっと言葉攻めとかで気持ちよくなるタイプなんですね。あー、そこに関してはねかなり面言で鍛えられてるんで自信あるかも。わあ結構ドキドキ豊富だよボキャブラリーが。わあ、マリンのボギャ品の罵倒とはわけが違う楽しみ。はい、次、お互いベッドイン可能ですか。え、可能ですよ、余裕で。うん、全然余裕。マリンと、マリンに何してもらおうかな。おかまりは、おかゆが、おかおじが攻めだから。おじはやだ、おじはやだ、おかにゃんがいいの。おかにゃんがいいの。あ、な、おじボイスじゃね、ちょっと気持ちよくなれない。おかにゃんボイスで気持ちよくなりたいわけ。それこそマリンに最初は、マリン、いつも頑張ってて偉いよって言いながら、こしょこしょ話して、じゃあ本番じゃないけど一番楽しいとこ行こっかってなった時におじさんを降臨させて、やだ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 、そっちがやだそっちがやだって言わせたい。
マリンは何すればいいのそんで。マリンは泣いてたらいいよ、そのままおじに包容力が。はい、次。はい、この企画をやっている頃には某ビッグサイトで薄い本を買っていると思いますが、うん、自分の絵な本を自分のファンが見ていることをどう思いますか。いや嬉しいよ、うん、めちゃめちゃ嬉しい。 いっぱい売れてほしい、みんな買ってくれよな、絵な本ね。なんか絵な本の島が大きければ大きいほどいいと思ってるんだから。いやわかる、ね、わ完全一致しました。一緒に目指しませんか、有明の女王目指しましょうよ一緒に。あり、目指します、ね、目指しましょう。2024年の目標は有明の女王でいきます。はい、いきます。はい、ありがとうございます。次、ありがとうございます。今年ももう終わりますが、お二人は今年の漢字を一言で、はい、一文字で表すなら何になりますか。一文字ってなかなか厳しいよな。2023年は学びですね。え、良いじゃん。何、なんか急に真面目なこと言い出して学びのやっぱ1年だったかなと思いますね。なんでなんで、何学んだの。なんか2023年って自分が今まで生きてきた中で初めてやるなっていうことに触れる機会がすごく多くて、それこそ今年になって初めて野球好きになったから、野球の、あ、確かに確かに、そうそう、ルール勉強したり、うん、まあ、あとはあのミックスとかもマスタリングまで勉強したりとか、すげー、かなり学びの1年だったなっていう感じかな。めちゃめちゃ素晴らしいじゃん。なあ、この煩悩マシュマロ供養会にふさわしくない綺麗な、綺麗な、確かにちょっと汚いこと言っとくか。いやいや、そのままでいいですよ。優しい。え、マリンの次、メス一味です。マリン船長でいたしています、ありがとうございます。お、さあ、女の子がね、女の子でこの、うん、いたしてますということですが、オカニャンどうですか、そういうあります。ああ、あんまり女の子からはそういう報告もらったことないけど、はい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 、全然嬉しいよ。おお、うん、嬉しい嬉しい。いや、マリンも思い返してみると、うん、やっぱり一番絞り取られたのはやっぱり女の子が相手なので、うん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 、ね、でもさ、女の子のリスナーさんからさ、おかゆんでいたしちゃいましたなんて言われたら、うん、おじにならない。え、でマリンももしかしてマリンにおすせを感じてんのかなと思って、やっぱサービスでさ、うんうん、マチンとか出すわけ。マチン、うん、ありがとうね、出すみたいな感じで。おー、絶対メス一味も僕と一緒でね、そっちではいたしてないんだよな。うん、多分ね。じゃあ次進んどきます。はい、今の電気マッサージは何代目。あー、オカニャン電気マッサージとか使います。僕は1本しか持ってないよ。いや、マリンも複数あったんですけど、ことごとく壊れていって、なんか充電できなくなったり、うんうん、電気つかなくなったり、うん、いろいろ壊れて、うん、で今のはなんか頭の部分が取れちゃってるんですけど、はい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 、でもなんか、なんか新しく自分でやっぱ買うのは恥ずかしくて、うん、取れたまま使ってます。そうなんだ、取れたまま使ってる、危なくない、なんか、どうなんだろう、危ないのかなこれ。でもやっぱ電気マッサージってあの丸みがあるから保護できてそうだから、新しいの今度なんかプレゼントするよ。写真撮ってさ、送るわ。これ大丈夫か判断して。ちょっと待って、それいつも使ってるんだよね。え、でも大丈夫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 だよ、大丈夫大丈夫だよ、綺麗だよ、綺麗、うん、綺麗綺麗綺麗、わかった。こんな感じに届いたかな。うん、なんかね。だからここにかぶさった頭が取れちゃってんの。待って、マリン、これはねやばいよ。うん、え、でもね、でも使えるよ。いや、ちょっとあの大至急新しいのを買ってあげようと思いました。う
ありがとうございます。これはね、これダメだよマリン。ダメか、ダメ。え、でも使えるよ、使える。なんでって、なんか綿でできてるじゃんちょっとこれ綿だよ。なんか綿でって、え、これ何？綿、違う、これはあれだよ、なんかさ、うん、綿が出てきてんじゃなくて、うん、あの、なんか、なんていうの、なんかスポンジ、うん、これスポンジ、うん、なんか綿がはい、スポンジです、ということで、はい、お炊き上げ。あんまり詳しく触れると怒られそうだからね。あ、そうですね、そうですね。はい、次、やばい、パワーはい、次、生えている岡へのイラストで10回以上お世話になっている、ありがとう。え、あのさ、どうなん、岡にゃんに生えてるって、うん、うん、え、生えてるのってさ、みんなさ、いけるん？あー、どうなんだろう。え、岡にゃん、どう生えてるの？まあ、雰囲気にもよるのかな。でもそんななんかゲーっとはないか、ならないかな。うん、マリンは全然へっちゃらだもんね。え、マリンは全然生えててもいいよ。うん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 、同じ感じ、うん、同じ感じか。はい、もう全然お世話になってもろてって感じですね。はい、そうですね。はい、でも男の人がさ、生えてるのでさ、うん、あ、いけるもんなのかな。ねえ、そこが不思議なんだよね。あ、そうかもな、言われてみれば、うん、あ、感情移入できるから好き。なるほどね。へえ、あー、感情移入、そういうことか。え、これってそういうこと、つまりさ、マリンとかが好きなさ、本とかだとさ、うんうん、ね、あ、穴がお尻しかないからお尻でしたりするわけだ。そこにさ、やばいやばいやばい移入したりするわけじゃん。うんうんうん、気分的にはそういうことか。すごい、なんか分かってきた。納得してる。把握把握。把握ということでありがとうございます。うん、はい、次、うん。船長、なんで僕たちが普段からチョイエロ、セクハラ、マシュマロを送りつけていると決めつけるんですか？僕たちは変態じゃありませんよ。最近お二人が妄想したシチューやハマっている癖があったら教えてください。妄想したシチュー、あー、他にはどんな妄想してるの？妄想はでも最近ね、その猫の尻尾が猫の尻尾じゃなかったらみたいな。あ、え、それはオカニャンの、うん、穴ですか？いや、もう穴の話はやばいですよ、マリンさん。穴はまずいか。うん、もうなんだろう、まあそういうなんか妄想したりする、僕の尻尾が差し込んであるかどうかってこと、ね、でも そういう感じかな。僕の尻尾が尻尾じゃなかったらどんな感じなんだろうって想像することは多いかな、最近。おー、刺さってたらか。うん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 。でもそしたらもうさ、うん、界隈ではさ、おかにゃんのそう尻尾引き抜くのが流行るよ。確かに。でもな、おかにゃん、それで、あ、でもそうだよね、おかにゃんはね、あんまりそういうなんかそっち側はね、あんまりだもんね。まだね、そのあと30年待ってほしい。遠いな。あと30年待ったらなんかこう、うん、いろんな道があると思うんだよね。なるほどね。ですね。マリンはどうですか？はい、次、うん、最近お二人が妄想したシチューやハマっている癖があったら教えてください。妄想したシチュー、寝てる時にとか、そういうの好きなのかもしれない。あー、寝込み系ってこと？寝込みとか、なんか多分意識朦朧系が好きなんだろうね。あー、そうかもね。催眠とかが好きなところからしても、はい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 、なんだろう、朦朧としてる中の出来事で、うん、一旦何事もなかったことになってしまう感じがいいのかもしれない。後腐れしなくていいってこと？そういうわけじゃないですけど、うん、ま、なんでしょうね、まあ、これからもね、やっぱ宝生海賊団としてね、うん、一味と仲良くやっていくためには、そういう後腐れなく記憶を失ってる方がまあ問題なくやっていける。確かに都合いいとこはあるよね。そうですね。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、次、はい、次、
僕の悩みは妻のちょめちょめが強すぎるって困るということです。一人娘がいますが、妻は子供3人欲しいなチラチラって言って週に5回って5回求められています。僕は毎日仕事が忙しくて家に帰ってきたらもうヘトヘトでただのんびり過ごしたいのです。でも妻の誘いを拒否したら翌日から3食が納豆しか食べられないという経験もあったので何かいい解決方法があれば教えてください、うん、ペコ。へえ。ん？ペコ？巻き込まれたな最後。女としてはさ、うんうんうん、無尽蔵なところがあってもさ、うん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 、男性としてはさやっぱコンディションが悪いとさどうしようもないみたいなところがあるじゃないですか。まあそうだよね。だからまあ自己満できるなんでしょうね、そういうね自己満用品なので、はいはい、なんとかね、そうだね、やっていくしかないと思いますけど。こう疲れてる自分と求めたい奥さんとのその折衷案みたいなのがね、はい、決まるといいよね、うん、お互いがここまでだったらやってあげられるよみたいな。わでもなんかもうそのさ、うん、やってあげるみたいのがもう嫌だわ。あー義務感がもう嫌なんだ。うん、求められたいわけこちらは。あーなるほどね、難しいな。してあげないとなったくしゃあねえなみたいな感じ嫌だな。そっか、どうしよう。自己満しかない。自己満よ、自己満。自己満か、はい、自己満メンタルをじゃあ高めていきましょう。はい、はい、すごい深いマシュマロだったな。うん、そうです。お二人以外でちょめちょめちょめだと思う声をしているホロメンは誰ですか？え、ファウナですか？わかる。ファウナの声ね、めっちゃ好きなんだよな。すっごいなんか、うん、こうおじさんが気持ちよくなっちゃう音波出てますよね。めっちゃファウナの声いい。心の中のおじが暴れてる。本当にファウナを見るとビクンビクンしちゃう。本当にいい、うん、気持ちいい声してますよね。気持ちいい声、もう満場一致でファウナです。一致ですね、そうですね、はい、では次です。はい、次で60です。あー結構来たね。結構来た、結構来た。次です。今年一番何にちょめ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 した？ちょめ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 か。うーん、何に一番か。一番、まあでもうん、マリンのうん本とか、うん、アートとかかな。やっぱりやっぱ自分のそういうのってなかなかね、書いてもらえることってありがたいよね。ありがたいですね。おかにゃんは去年あたりからこうリスナーおにぎりやシュキシュキビーム発してるから、うんうんうん、リスナーさんも結構素直に、いやおかにおかゆんで今のめっちゃ興奮したわとか言ってくれるようになって、うん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 、そういうのがやっぱ一番キュンとくるね。おー、うん、相思相愛ですね。そうだね。いや、おにぎりは嬉しいなこれは。でもマリンもね、一味で一味さんがそういうの書いてくれてるとめっちゃ嬉しいもんね。まあ、嬉しいんだけどやっぱさ、その一味本体とはなかなかさ、うん、そうやって本当にラブラブビームみたいなできないからさ、あーちょっと照れくさくなっちゃうもんね。絵とか嬉しいけど、うんうん、他にゃんみたいにちゃんとラブラブできればね、いいけどね、うん、かわいい。マリンはなかなか、めっちゃかわいい。もう仲介してラブラブさせたいもん。どういうこと？え、そんなこと言ってまた NTP するつもりでしょ、うん、おかゆっていう女。そうなんですよ。え、ま、え、いちみくんマリンのことが好きなの？え、マリンとイチャイチャしたいんだ、じゃあ僕で練習しようかって言ってさ。やってんだろてめえ。この変態。そんなことないよ。最低。かわいいな。そのマリンがマジでツボすぎる。最高です。そうそう。はい、次、はい、年々ちょめちょめが減退していく中、毎月1本はファンザしているのですが、うん、お二人は減退を感じますか？減退か。でもマリンなんかさ、雑談で
最近枯れ果てちゃったんだよね、うん、みたいな言ってた時あったよね。なんかねメンタル行くとね、うん、一緒に枯れる。今はどう？元気？今元気ですね。なんか割と、うんうんうん、なんでしょうね、朝から夜まで気づいたら布団で、ね、うん、楽しく過ごしてたみたいなこともありますね。すごい元気。最近でもなんか一生なんか探してんの、うん、いいやつを。やっぱマリンって結構さサンプルフィニッシュだからさ、サンプル見てうんみたいな感じ。探してるうちにコスパがいいんだねマリンはね。いろいろ探してるうちになんか、うん、ね、気づいたら夜になってるパワーワードじゃない、サンプルフィニッシュ。まあそうなんですよ。うん、そうなんだ。で特に感じてないってことね、うん、そうですね最近は。え、おかにゃんは？次。以前から好きなキャラクターや推しでえな想像はしていなかったんですが、うん、最近推しのフィギュアが我が家に届きました。かっこ誰とは言いませんが、はいはい、とても可愛くて感動しましたが、ふと思い下から覗いてしまいました。あまりにえすぎて興奮してしまったことをここに懺悔いたしますと。いや船長もさ、うん、とあるね人のね、うんうん、フィギュアをね現物見せてもらって、うん、でまあとりあえずさ見るやん、うん、おパンツ、うん、もうやば、爆エロすぎてもうほんと鼻血出るかと思うから叫んじゃったもん。うわえっってなって。え、そのディティール的な意味でってこと？いやなんか、うん、なんだろう、ディティールは確かに良かったんだけど、なんかそれ以上に、うん、うわこのスカートの下にこんな素敵な空間が広がっていたなんていう感動が。え、なんかやっぱしかもさこれ 見た後にさ顔見るとさ、うん、すごいひょうひょうとした顔してんの。はいはいはい、なんか余裕の表情してバカだなこいつ今見られてんだぞ感じでマジ興奮しちゃった。ひょうひょうとそんなひょうひょうとこのフィギュア、そうひょうひょうとした顔していますが、うん、まあ丸見えですけどねみたいな。うひょーって超楽しい。そうね、あれはハマるわ。おもろいな。いやそう思うとやっぱり、うん、ね、おかにゃんってさやっぱ、うん、割とパンツスタイルじゃん。ダメだよやっぱね、見せなきゃ。え、ちゃんと覗き込む、うん、ロマンを与えないとダメだよ。次にフィギュア出すときは絶対に、うん、スカートを履いてください。そうなのか、うん、やっぱマリンもさ、マリンのフィギュアとかさやっぱ覗き込むとね、うん、やっぱ夢の空間が広がってていいなってなるから。じゃあこれはね懺悔するようなことじゃない、素晴らしいことだということで。うん、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。はい、おかゆもマリン船長もお胸に並々ならぬ興味をお持ちと思います。そうなんですよね。ホロメンで触っていたいお胸の持ち主は誰でしょうか。おかゆはルイネー、船長は団長やラミーちゃんと予想しました。まあでもなんかベタだけどやっぱりノエルはいいよね。いやノエルちゃんいいよね。だって大きいんだもん。あ、僕はこれも書かれてる通りルイだね、うん、なんで？やっぱこのマリンの服の隙間もそうだし、うん、そのルイもチャックがついてるっていうのもあって隙間がいいんだよね、うん、隙間か。隙間に指をねヒューって入れたいの。それで言うとオカニャンのさ、そのさ、うん、谷間のハートとかさ、何事かっていうさ、うん、そんないやらしい、そんなとこにハートつけていやらしい。うん、これはね、ふぶきちゃんが貼ってくれたんだよ。なんかふぶちゃんと聞くとなんか、うん、あんまいやらしくないな。目印だよって。いやらしいなぁ。なんかオカニャンのはね、柔らかそう、すごく、うん、マリンはね、なんかあんまふわふわしてないかもな。ほんとふわふわしてるよ。なんかちょっとねだらしないんだよな。なんかでもだらしないのが一番エロいから。あ、そうですか。うん、自分的には嫌なんですけどね。嫌なんだ。嫌ですね。もうちょっとこう上に向かってほしいなと思いますけど。そうなんだ。ちょっとガムテープ貼ってみる？ガムテープで？
ジュゲムとかこう釣りみたいな感じでマリオカートもよく発信させてくれるじゃん、うん、あれみたいなのをマリンの乳につけて上にあげる。どう？拷問光景がちょっとうんエッチくないから嫌ですね。それはね。そっかダメでした。はい、まあ、次行きましょう。はい、次。はい、次。実は夢でとあるホロメンとラインを超えました。本当に激しかったです。しかも定期的に夢に出てくれて、その度にえな展開になります。この猫本当にエッチチだわおかにゃんじゃねえか。僕か。どうですか、夢で超えたということですが、うん、そうだな。でも文句言いたい。何よ。もっと詳細に書いてくれないと。お、わからないよ。もっと詳細に書いてあったらね、これ弾かれてますね。あー、そっか、そこ込み夢でね、LINE 超えてたということだから、うん、一種の催眠よ。おかにゃん忘れてんの、それを。そういう発想だってある。なんで催眠にかける必要あったんだろう。あー、確かに合意のもとできるってこと、おかにゃんとなら。うん、じゃないだって。いや、なんかでもやっぱおかにゃんと後腐れなくしたかったんだよ。そういうことよ。優しい思いやり催眠だったんだそう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 、ありがとう。うん、お書き上げ、うん、はい、次。はい、2024年に挑戦してみたい初体験はありますか。初体験ね。うん、人にね、電気マッサージプレゼントしたことないから、マリンになんか可愛いラッピングしてプレゼントしてみたい。わ、おかにゃんチョイスマッサージはちょっと体験してみたいね。うん、ちょっとデコりたいもん。デコんの？うん、周り縁とかデコらんでいい。デコりたい、デコりたい。余計なことするな。キラキラさせたいねえ、やだよ。なんで。まあ、でもなんかマリンもじゃあ、うん、やっぱ長年ねこれをずっと使ってきたわけで、うんうん、ね、頭が取れても使い続けてきたけど、うん、初体験ということで、うん、最新のね、うん、やつ体験したい。あ、でも成長的に趣味じゃないのもあるから、それは後でねしっかりちょっとすり合わせていきましょう。後でじゃあ詳細をください。それをデコレーションするんで、はい、するなデコレーションはするな楽しみだな。はい、次。はい、はい、次。はい、ぶっちゃけ自分で丸いて欲しいんでしょうか、丸かないで欲しいんでしょうか、好きにすればはなしでお願いします。僕は大好きなマリン船長では丸かない派ですなるほど。え、それで言うと、うんうん、我々は二人とも丸いて欲しい派ですよね、うん、まあそうだね。まあなんか別に丸かない派がいたって当然いいんだけど、うんうん、でもやっぱりなんか丸いて もらったと思うと、まあちょっと誇りだよね。まあそうだね、うん、でも丸かない派の人も、うん、それはこう自分の中で神聖なものみたいな感じだから、うん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 、丸かないみたいな感じなのかな。なんかそれはそれで深い愛を感じるなと思う。まあそうだね、確かに確かに。嬉しい、それはそれで。そうだね、それはそう。でもまあ嬉しいは嬉しいよね。うん、嬉しいです。です。はい、次。はい、お二人の今年一番笑った出来事を教えてください。まあでもやっぱりなんかノエルの歌が一番笑ってるかもしれない。あー、はい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 。実はどこだ。膝から崩れ落ちて、うん、なんか笑い声が出ないくらい、なんかなんか
みたいな状態になってもう声が出ない好きすぎてってなりながら涙が止まんないみたいな感じになりがちですね。いやノエルちゃんさほんと面白い。歌とはまた違うけど、うん、3D の動きも面白いじゃん。あね動きも面白い、うん、ノエルちゃんがグッズの紹介の時にそれ待ってた待ってたっていう。あはい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 。なんと団長とお揃いパーカーがあります。マジ待ってた待ってたということで皆さんちょっとぜひ団長とお揃っちになってください。あれめっちゃ面白かったね。ノエルちゃん神です。はい神です。はい次いきます。はい次。先日 H な本を読んでいた際にお風呂のシーンで、うん、ヒロインのたわわな果実が湯船に浮かぶ描写がありました。女性の果実は大きいと浮かぶのでしょうか。これよく聞くけどさ、うん、だその浮かぶとか沈むとかの概念がよくわかんないんだけど、うん、なんかお風呂のさ湯船に使ってる時とかにさ、うん、船長もよく考えてみたわけ、うん、でお風呂に使って自分のさあ胸がどうなってるかと思うと、うん、まあなんか半分こう出てて半分沈んでるわけよ。そうなんだ。これって浮いてるというのか沈んでるというのか分かんないなと思ったんだけど、うん、でもなんか一個思ったのは、うん、これ水の中にない時ってもっと垂れてるなみたいな。こう下着つけてる時並みには浮いてるかみたいなこと思って、浮いてるかもと思った。すごい女性の果実は浮いてるんだ、うん、でもね浮くのはね上半分だけだと思う。全部がポンって浮いては来なくて、上の方だけがちょっと浮いてきてるみたいな。なるほどね。普段もっと垂れてるもんね。昔は思わなかったんだけど年重ねてさ、うん、より垂れてきたことで感じた。あれいつもよりいつもより上にあるみたいな。マリンのお乳がちょっと垂れたことによって科学に貢献したんだ。そうなんですよ。素晴らしいね。はい、ありがとうございます。はい次。平成も、はい次。 ASMR の時は絹ずれ音を避けるために服を着ないと聞いたことがありますが、お二人はどうされていますか。なんか船長って ASMR そこまで本気で多分やってなくて、うん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 、なんならクーラーとかつけてゴーとか言いながらやってるはい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 。でもなんか結構さ一味も優しいからさ、うん、なんか生活音もこれもなんか暮らしてるかっていいよねみたいな感じでなんか全工程で許されながらやってんだけど、うん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 、オカニャンはどうですか。オカニャンは結構絹ずれの音そのものがかなり好きで、むしろ絹ずれの音を出したくて服着てて、うん、普段の配信の方がそのあれかな、うん、実は着てないみたいな時あるかもな。逆に、うん、なんか今日の配信は興奮するだろうなって時とかは割と着てないことがあるかもな、ちなみにマリンも興奮して熱くなったんで脱いでます。今見えないけど今実は脱いでます。どこまで。まあ今服を着てるようにしか見えないんですけど、うん、まあ割と下着レベルまで着てない見えないところではエッチだね、うん、ちょっと熱いんでね。マリンエッチだ、やばいおじさんの方だおじさんの方来ちゃった受け入れてよおじさんを。やだおかにゃんがいい。嫌なんだな。はい次。はい、おかにゃん次。思い返してみるとどうしても一つ我慢ならないことがありますのでここで報告させていただきます。ほう、何ですか。それは船長がおっぱい派だということです。はい、冷静に考えて全人類お胸が好きなのはそこに栄養かっこ母乳があるからであり存在するために必要な本能だということです。翻って他の食べ物から栄養をいただき成長を続けられるようになった時その本能は役割を終え興味も薄れるわけですね。その代わりに新たに芽生えてくるのが次の世代へ歴史を紡ぐため子孫繁栄のために必要な本能がそう子供を宿す基盤たるで
なお尻というわけです。船長、なるほど、あなたはいつも自慢のお尻で優勝していると豪語していますが、あなた自身の興味は未だお胸にあるように見受けられます。あなたのメインターゲット層は誰ですか？視聴者層が本当に求めているのは何ですか？あなたの興味が何であれ、あなたがプロとして活躍を続けるためにはそれを追求する必要があります。さあそろそろ私かっこ尻の出番でしょやだそうですよ。でしょやじゃねえよいやまずさ、お胸にその栄養があるからお胸に惹かれるみたいな、それさ男性的すぎ、その視点がまず。あーなるほどなるほど。で女の子はみんなに気持ちいいの、気持ちいいとか言っていいのまあまあでもそうだよね、気持ちいいからね大前提として。そうだよ、だから好きなの。お尻なんて気持ちくないから。我々がお胸派なのはお胸の方が気持ちいいからです、うん、なるほどね。まあ、え、マリンって尻はさどんぐらい無理なの？そのシーンがあったら普通に読むくらいではある。うん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 、うん、でもそれで興奮はしない。あー僕結構ね尻叩かれてたりすんのみんな好きなんだよね。あーなるほど、ディープなゾーンまで行かなければいいってこと。マリンも、うん、なるほど。まあでもなんかやっぱりこの間見たフィギュアのスカートの中とかはやっぱりハッピーだったから、うん、そういう意味でお尻は、あ、なんだ、なんか来てる。あ、あ、あ、はいはいはい、なんだ、あ、待って待って、これを読み上げたら意味ないからオカニャンに、うん、送ろう。このマリンに送られてきた注意喚起チャット。ねえ、本当にマリンのマネージャー大変だこれなんか本当ありがとうございます、こんな気にかけていただいてね。ありがとうございます、ありがとうございます。マリンのマネージャー優しいな。はい、はい、じゃあこのぐらいにして次いきます。はい一日だけ屋号になれるとしたらホロライブをどうしたいですか？屋号になったらか。屋号ってさ、そこまでどう何にでもでどうにでもできるような強い権力あるかな。屋号、うん、になったらホロライブをどうこうするっていうよりは屋号、うん、の体でエッチな ASMR やってみたいかも、うん、ねなんでで多分屋号の体がインプットされたら英語も話せるようになるから、うん、英語でやってみたい。ちなみにマリンは何したいですか？屋号、はい、まあの水着の MV 撮りたいですね。ホロライブサマーで、うん、わあ、ことじょうさまなんだろうっつって、屋号の水着の MV で、うん、なんだこれみたいになりたいですね。そうなってる場合ってさ、屋号は催眠状態みたいな感じで覚えてないのかな？我々が乗っ取ってた間？そう。うん、なかったらでも、かわいそうすぎる。上がってきたもの、なんかでも進んでる進捗が来るわけじゃん、屋号には。あー、確かに確かに。いや、ヤゴさん、先日撮影したあの水着の MV なんですけどえ、そうだよね、なんですかこれは、なんですかこれはってなってさ、そこで止まりそうだよね、うん、でもヤゴさんなら若干受け入れてくれそう確かに確かに、うん、なんかまあでも見方を変えればこんな体験させてもらえたっていうのは大きいですね、うん、って言ってくれそう謎のポジティブが許容してくれそう。確かにね。え、次です。では次、お二人は上が好きですか、下が好きですか、前が好きですか、後ろが好きですか？上かな。上うーん、前かな。前。おかにゃんは？僕は斜め。斜めか斜めか。斜めかな、やっぱ斜めはいいですよ、やっぱり斜めか。うん、わかんないよ。わかんないか斜めはいいぞということで、はい、はい、全然わかんないけどはい。改めてホロライブに入るきっかけやオーディション関係のお話をお聞きしたいです、うん、お、真面目な、いきなり綺麗なの来たな。綺麗だね。はい、
もともとアクタンとフグちゃんが好きで、主にアクタンが好きで、うん、まあホロライブは知っててって感じの中で、ルルドがね、マリンちゃんもホロライブ入りなよみたいな感じで背中を押してくれて、ちょっと出みるわみたいな感じのがきっかけですね。あーでもルルド先生がきっかけでね。僕はね、オーディション系は結構話してるけど、まあ、屋号さんがオーディション受けてみませんかって来てくれて、おにぎり屋さんにね面接してもらって、でその日のお昼に面接してもらって夜に採用をもらって、そこからちょっとゲーマーズを4人にしたいので、お友達いませんかってなってコロさんじゃあみたいな感じだった。爆速だな。爆速じゃない。まあなんだろう、今はもっとさ多分、なんだろう、二次選考とかそういう感じなのかな。そうです。でもそもそもその野号が直接スカウトに来るっていう時点でちょっと時代が違いすぎるよな。いやそうなの、やっぱり僕たちってまだその3期生が入る前にできてる、できたというかオーディションしてもらってるから、もう野号と僕と1対1なんよ、面接が。あーはい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 、はい、そうで野号がまあいいなと思ったらもうはいじゃあ採用ですみたいな。うん、船長の時はね、まあなんか多分マネージャーかな、みたいな人が最初で、なんとミオ先輩がいました。すごー。そうなんだ、面接官だったってこと、ミオちゃんが。だから船長をきっと採用してくれたのはミオ先輩に違いない。おー、何かこう光るものをミオちゃんは見つけたってことか。マリンのママなんだね。えマリンのママだ、本当に。本当に人がいなかったでしょうね。まあそうだね、僕が入った時メールも屋号だったからね。窓口。おもろいな。全部屋号がやってたからな当時。1から10まで屋号にお世話になってましたね。ということで次です。ゆり好き一味なんですけど、実はゆりで生えているものもたしなんでいます。二人はそういうものにたしなみはありますか？なんかさ、よく見る、確かによく見かけるんだけどさ、どうなんだろうね、いいのかな、ユリで生えてるのは。それはいいのかな。あーどうなんだろう、僕はね、僕も結構ユリ作品好きなんだけど、生えるにしてもなんかこうマシーンみたいなのを使ってちゃんとみたいな、最初からっていうよりはマシーン。なんて言うんだろう。ちゃんとその現実でこうマシーンを使ってそうなってますみたいなのの方が好きかも。あーでもなんかさ、そういうので言うとさ、それで言うとうちだとさ、やっぱ小よりとかがさ発明しましたみたいな感じでさ、はいズダーとか言ってさ、なんかゴクって飲んだら、うわなんだこれ生えてきたみたいな、小よりの最新の技術ですみたいな感じでさ、そういうポジションに小よりはさせられてんのかな。結構ね、どの作品でも科学者ってそういうところにいがちだから ね、わかりますよ、ね、はい、はい。マリアこれたしなんでるっていうことでいいですか？別にそんなに、そう、生えてなくてもいいけどね。まあ生えててもいいけど別に。まああれば美味しくいただきますよぐらいな感じで。まああるならあるでって感じで。わかりました。なくてもいいけどみたいな。どっちでもいいよって感じでね。はい。はい。はい、次。船長の胸は滑り台型らしいですが、おかゆんの胸を例えるなら何型ですか？つるーんと言って、最後だけ一瞬ちょっと上向きみたいな、なんか滑り落ちれるフォルムしてんのよ。なんかね、これね、オカニャもね、マリンの見たらね、確かに滑り台だわって思うと思う。そうなの？へえ、今度見せて滑り台。滑ってみよう、滑ってみよう。僕はちなみにね、なんだろう、人参人参みたいな。いやいや、人参ってことはないでしょ。人参かな。このさ、今隠れてるじゃん、服の下がさ、この先はね、人参みたいになってるよ。何言ってんの？え？
意味わかんないんだけどね。ロケットみたいになってるとこ尖ってんの？うん、人参みたいになってる。いや、まぁ、ちょっと意味不明だな。ちょっと後で写真送ってください。理解不能。はい、人参チチということで、はい。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 なんとなく怪我してしまう気がして、ホロメンを性的な目で見たくないのに、やはり男のサガかエッチなイラストを見ると気が高ぶってします。違います。うん。私はどうしたらよいのでしょうか。うん、まあだから、うん。エッチな目で見てもいい。うん、ホロメンをエッチな目で見るんよ。うん、おかゆのような。マリンのような。マリンはやっぱさ、うん、よそからの浮気とかさ、ちょっとさ、もにょもにょしてしまうの。なんだろう、例えばさ、うん、なんだろう、僕は本当は何々ちゃんが採用したけど、うん、ちょっとエッチな目で見てはいけない存在なので、うん、マリン船長で見てますみたいな言われて、うんうん、来るとさ、うん、いやなんかお粗末な扱い、うん、そしてその何々ちゃんにもちょっと悪い思いなどで、うんうん、へーって感じだけど、うん、オカニャンはそういうのむしろさ、うん、吸収していくじゃん。うん、あ、いいよ、いいよって、うん、まあ確かに一旦ね、僕で練習してみたいなのはありなのかもしれないですね。そうやって、そうやって全員 NTP してきたんでしょう。NTP、 じゃあ僕と NTP しよっか。公式が同人みたいなことしてきやがる。ウェルカムですよということで、はい、次94、マリン船長はおかゆさんを抱いたわららしいのですが、正直おかゆさんはマリン船長に抱かれたいですか、抱きたいですか。まあ今日を経て抱きたいになったかな。確かになったね。え、抱かれたらどんな感じかな。抱かれたらでもマリンが僕のハードな要求にどんどん慣れてくるみたいになるんじゃないかな。何要求してくるんですか。一体ついてるなら引っ張ってあげますよ。あ、本当、そのぐらいならやってくれる。うん、罵倒もしてやる。本当、あと木に縛り付けてほしいとか言っても付き合ってくれる。お、縛り付けるよ。おお、罵倒するわ。気持ち悪いな。てめえのわけのわかんねえ性癖付き合わせてんじゃねえ、このブタッつって。おお、すごーい。やってあげますよ。でもマリン、それ興奮する、なんか辛くなってこない。いんとね、これをね、全部配信に載せます。したら楽しい、マリンも。あー、なるほどね。そうなるとウィンウィンになるか、うん、そう。でもマリンが抱かれた方が、なんかこう、総合点は高いような気がする、満足度の。総合点、なるほど、うん、かな。ちょっと僕がマリンに抱かれるとエンタメチックになっちゃう気がするな、うん、配信にしましょう、配信に。配信でね、配信でマリンに抱かれるときは配信でします。はい、次、はい、煩悩か。ということで、ついに100個、100個来た、ついに100個来た、100個来た。ちょうど4時間くらいで終わりそう。私は全くと言っていいほど煩悩がありません。マリン船長とオカニャンを見ても右手が勝手に動くだけです。なんと、右手が勝手に動くだけか。それは煩悩とは呼ばないか。そうだよね、勝手に動いてるだけだし。そうだね、来年は両手で動かすようにしてみよっか。両手で両手ですんの。両手でしてみよう。次は両手ですることあるんだ。なんかこう、じれったくていいんじゃない、もう右手だけでいいのにみたいな。そういうもんですか。そうそう、左手いらねえっていう添える感じでね、ぜひお願いします。左手で、うん、我々もね、好きな上の方をね、あー、なるほど、やってみてはいかがでしょうか。そうですね、ちょっと進化していきましょう、ね、そう、お尻派じゃなくなるはず、そうすれば。はい、お願いします。この話も広めすぎるとね、はい、レッドカードが出そうなんで。あ、そうよ、はい、やめとこ。次、マリン船長、やめとこ。次、お二人はとても魅力的でセクシーだと思うのですが、お風呂で体を洗うときはどこから洗いますか。もし可能であれば再現してもらえると嬉しいです。ブヒブヒ。急に豚に、うん、豚に変化してしまった。船長、頭だな、最初。シャンプー、
そしてトリートメントをつけて、うんうん、そしてなんかアルミホイルのなんか保温のやつを頭につけてトリートメントを浸透させる、うんうんうん、てる間の待ち時間に体を洗うんですが、うん、左腕からだね。首行って右腕行って背中行ってだね。わ、すごい、めっちゃルーティン化されてるじゃん。それは順序が変わるともう気持ち悪いの？いや、たまに間違えて変わってる時はあるけど、うんうんうん、勝手にそう手が動く。ペロペロペロ。僕はですね、僕も頭から洗って、うん、シャンプーして、うん、トリートメントして、うん、もうマリンとここ一緒でトリートメントが浸透する間に体を洗うんだけど、ですよね。ひとまずお尻の割れ目から洗おうかな。お尻のお尻の割れ目、うん、割れ目から洗って、そこ、そこからもう好き放題。なんでお尻の割れ目、なんでだろうね。でもなんでかね、そこに一番最初洗ってる気がする。そうなんだ、うん、配信してる時僕お尻から汗かいていくタイプだからかもしんない。そうなんですね。そう、びしょびしょなんだお尻が。そう、やっぱそっちの方から洗わないとね、危機感があります。参考になるといいな。はい、次。はい、次。お二人の壁に刺さるホロメンの衣装などありますか？衣装か、これはね、あります。先言っていいですか？どうぞ。これ今のマリンもそうなんだけど、うん、真ん中に穴が開いてる衣装めっちゃ壁なの。はい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 。でマリンももちろんこの衣装壁に刺さってるけど、うん、クロニーの衣装もねめっちゃ好きなんだよね。はあ、なるほど。そう、この胸のところに穴が開いてるからマジで最高。胸の穴か、うん、マジ最高です。うーん、今ね、うん、ホロメンを眺めていて、うんうん、あーでも割とうー坂又のさ、うんうん、あの地雷私服みたいな、あーデート服みたいなやつとか結構好きかな。可愛いよね。可愛いと思う。わかる。うん、穴開いてるし。いいね、やっぱ穴だよ。穴だよね。穴しか勝たん。うん。ということで次106。男なのに最近妄想するときに女性側でこんな感じで責められたい欲が止まらないのでどうにかできないでしょうか。最近どんどん過激になってきてる。いやでもあるよねそれは。うん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 。いいんじゃない、女性側で責められてみたいみたいな。いや、ガン攻めしてくれる女だってね、あいますよ。確かに僕もね、おじさんモードになれば頑張れますけど、どうですか？おじさんモードになって男を、うん、攻めまくるっすか？うん、かわいいねっつって、かわいいお尻みたいな。いや、絶対多分、うん、おかにゃんのまま攻めてもらいたいと思いますけどね、それは。そっか、ダメか、はい。それだったらね、いけるんで言ってくださいね、いつでもね。え、マリンもね、いつでもね、ぶち込んであげますよ。何を？何をって。マチンですよ、マチン。すごい、なんか魔法の棒みたいな感じだね、マチンって。そう、魔法の棒ね、いつでもぶち込んであげるんで。心強いな。マチンはね、はい、おじさんじゃないのがいいよね。素晴らしい。はい。今までの活動中中で、大変だったことは何ですか？おー、また綺麗なマロン。あー、でもやっぱりなんか近年あーきついなーって思うことってあんまりないなと思ってて、うん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 、やっぱりホロライブの序盤の頃の体制整ってない頃は本当にカオスの連続だったから、はい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 、いやありえないだろうみたいなことが普通に巻き起こってたんで、うん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 、うん、あれの頃は大変だったなと思いますけど、今はそんな大変じゃないと思うけどね。どうですか？そうだね、今の方がいろいろこうルールがしっかりしてきてるというかね、落ち着いてるよね、うん、カオスだったよな、そう思うと序盤。まあやっぱこれから決めていけな、いかないといけないこととかもあったりしたから、そういう部分は確かに大変だったかもな、うん、そういうカオスのところからスタートしてきて、うん、どんどん強くなってるみたいなとこは感じるよね。トラブルがあったとしても、うん、でも前もこういうことあったからなみたいな。
うんうんうん、あー確かにね、そう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 、我々が強くなったのかもしれない、うん、っていうのもあるかな、ありますね、うん、ですね、うん、はい、じゃあ最後108目のなんだろうね、最後なんだろう、あれあれこれ一番最初に読んだやつじゃない、そうですね、何1個足りない、あれえそんなことは、コメントから1個最後拾って終わりにするのはどうですか？そうしましょう、最後1つね、最後皆さんよかったらマリーにじゃあ拾ってもらおうかな、オッケー、じゃあドク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 、いくぞ、タッ、はい、来年狙ってるホロメンを教えてください来年ってとこがミソなわけね、フブちゃんとか、うわいいですね、ちょっと今までがビジネスすぎた、仕事でしか絡んでなさすぎるから、あーなるほど、ちょっと深めていきたいかも、でもなんかエッチだね、お互いどんどんなんか可愛さに気づいて、むしろもうビジネスの関係に戻れなくなるまでが読めたな、うーん、いいと思います、そんな風にはなるかどうだろうまあでももうちょっと仲良くなりたい、うんうん、距離をちょっと詰めたいなと思いました、いいですね、僕はやっぱり同じ猫科のボタンちゃんともっとあーなんか仲深めたいなって勝手に思ってるかな、確かにあんまりやってないですよね、ボタンさんがね、もともとマリンに性癖食わず嫌いを提案してくれて、それが消えちゃったんで、うん、オカニャンがリベンジで行ってきてください性癖食わず嫌いをリベンジ編、わかった、僕は消さずに、センシティブ仲間として、わかった、ボタン次は僕が行くよ、一緒にライン選手としてね、そうだね、やっていきましょう、わかりました、ということでちょっとねトラブルありましたけど、お炊き上げ108達成ということで、やったー、しかも綺麗に4時間でした、ほんとだ、いや楽しかった、そうだね、いやめちゃめちゃ面白かった、楽しかった、いろいろ聞けて、なんか仲もより深まって、来年はいっぱい、うんね、うん、コラボしましょうね、そうだね、来年いっぱいコラボしようね、ということで、はいはい、アーカイブ残ることを祈りつつ今日は確かに消えるかな、消えないでも消えないんじゃない、結構さマネージャーも注意してくれたし、えそう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 、超えすぎなかったと思うのでね、ええ、アーカイブに期待ということで今日は終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ最後はね良いお年をで終わりにしましょうか ね、 はい、はい、じゃあいきますよ、せーの、はい、良いお年を、キャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ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 、